んにちは、チーフのミラです。9月5日、本日のフロンティア TV をしています。今日は菊池亜美さんなどの誕生日ですね。今日誕生日という方、おめでとうございます。さて、本日は新築のキャンセル情報1件と、皆様の声、ご契約者様のご感想をいただいておりますので、そちらをご紹介させていただきます。はい、本日ですね、新着物件のキャンセルが出たということで、中曽根の 1LDK、今月末完成、来月から入居を可能な物件の2階の部屋ですね、キャンセルが出ました。でもう一つこちら、皆様の声、ご契約者様のご感想をいただきましたということでですね、はい、で読んでみましょうかね。インターネットで物件を探していたとき、フロンティアさんのホームページは動画があり、写真よりも丁寧に撮ってあるのが分かりやすく雰囲気が伝わりました。また部屋の長所短所もあり、情報が分かりやすかったです。電話での対応も丁寧でしたし、実際に物件を見に行くときも親切に対応してくださりました。人と人とのご縁だと思い、フロンティアさんの物件に決めさせていただきましたということで、ありがとうございます。遠方からの引っ越しお疲れ様でした。郵送でのご契約となりましたが、完璧にご対応いただきありがとうございます。遠方の方、また忙しい方のためにもですね、ネットで物件の雰囲気が伝わるよう掲載させていただいております。 MS 様との出会いに感謝です。入居後も不動産以外のことでもですね、お気軽にご連絡いただければと思います。 MS 様ありがとうございました。ご契約者様のですね、ご感想こちらに結構まとめて入れております。ホームページからですと、ホームページがございまして、こちらからも入ることができますね。皆様の声いただきましたというバナーを押せば、先ほどのページのところともできます。はい、では本日のフロンティア TV を終了します。ご視聴ありがとうございました。